あ、これ知りませんでしたね、ボーナス。ね。13、14。あ、これも23になるのか。67万9100円。ね。23になりますね、合計ね。それぞれ足すとね。2万6500円増しか。これは13になりますよね。安倍総理大臣はおよそ398万円か。いいですね。嘘をついてお金を儲けるね。今回知りませんでしたね、これ。最近はあんまりニュースでやらないですか、これ。67万9100円平均支給額、管理職の除くね、管理職はもっともらってるってことですからね。ね、フェイクニュース、フェイク事件を起こしてる人たちは67万円ももらってるわけですね。もう68万ですね、これね、ほとんどね。はい、身分です。トランプ大統領、キム・ジョンウン氏が波紋店で対面と。ね。こういう茶番劇もありました。これは何だろう。ああ、土屋リサ。これまだ調べてないんですけどもね。また、虐待もののフェイクニュースでしょうね、これね。仙台市。仙台市の事件か。まあこれ、後で絡んでくると思いますけども、なんかね、セノビックとか、推しなんとかって書いてますね、これね。こういうのがね、後で絡んできますよ。ね。セノビックっていうワードがまたなんか絡んできますよ。これに関することがね。なんて読むんだろう、これ。ひなたちゃん。またね、こういうキラキラネームで、ひなたちゃんと。この太陽のような後のこのりっていうんですか、これね。りという字、こういう字をつけますかね。これなんかまた天皇家と絡んでそうですね。皇族の名前にありそうな、感じですね。ひなたちゃん。まあこれもフェイクニュースと思います。今のところね。まあこういう情報ですね。熊本などに避難勧告警戒レベル4、気象庁と。ね。5段階の警戒レベルのうちレベル4に当たる情報ということです。5は出ませんね、なかなかね。やっぱり4と3にしたいんでしょうか。ね。4と3にしたいんでしょうね、やっぱりね。熊門も55ですか。ねえ。この熊門も MM じゃないですか。熊のまで MA で M1 個。その次に門で M。ねえ。MM ですよ。ミッキーマウス、ミニーマウス。ねえ。MM のマーキングしてます。33ですね。それからこれはまだ相変わらずこの写真を使ってるんですね。この川崎の実験、殺傷実験、いつまでこれ使うんですか、この顔ね。いつまで使うつもりなんですかね。もうあれでしょ、この人は防犯カメラとか監視カメラになんか映ってたとかいう証言があるじゃないですか。なんでその時の写真使わないんですか。相変わらずこの写真しか出ないんですか、これ。51歳なのにこの写真はないでしょう、これね。まあこれもフェイクニュースということでね、これちょっと調べたらね、面白かったですよ。こっちかな。事件発生、
2019年5月28日7時45分頃ということでね、これ合計すればね、17に10で27、27に7で34、34に9足せば34に9ね、43になるじゃないですかね。こういうところで43マーキングしてるわけですね。なる人の新天皇のね数をマーキングしてます。そしてその後なんか模倣犯もいたみたいですけどもね、この模倣犯なんか投稿をしたんですか。これもね、5月29日午前7時8分ですね。これも確か43になると思いますね。ということでね、もうこの頃から43はマーキングされてあったわけですね。それからこれ令和施設団の女性遺体、26歳男を警察署に出頭と、こういうのもありましたね。 G20 の時だったかな。神奈川県平塚市の海岸で27日に両足を切断された若い、女性の遺体が見つかった事件で、川崎市に住む26歳の男が遺体を海に捨てたと警察署に出頭していたことが分かりましたと。確かこの神奈川県平塚市っていうのは確か66だったですよね、数比がね、長谷川薫の時にやりましたよね。そしてこの6月27日って69になるじゃないですか。2と7足せば9ですからね、6996ですよね。年齢は26歳ですけどもね、まあ、これも調べません、めんどくさいんでね、フェイクと分かってますから。そして川崎市に住む26歳ですから、川崎市ってねもう川崎事件のあれとね、もう絡むじゃないですか、リンクしますよね。鹿児島59万人に避難勧告とかね、これまだやってました、あの小鳥ちゃん事件ね、小鳥ちゃん事件でね、またこの熊を出してました、ここね、熊ね、オレンジに熊ですね。これでねもう気象操作してるっていうことはねバレバレですよね。こういうふうにねマーキングしますよね、わざとこの熊をね、もう1ヶ月前ぐらいからマーキングしてるわけです。これね6月の最初でしたよね、これね6月の初め頃か、5月の終わり頃かのニュースでしたよね。もうその時にはねクマが出てたんですね、こうやって、それからこれはロシア人の23歳のところ、赤坂御用地ですね、赤坂御用地でね壁に落書きがされてあったっていうことでね、まあ、この近くに変圧器があって、そこに、落書きをしたのがね、ロシア人自称アーティストね、なのでこの壁の落書きもこのアーティストではないかっていう話ですね、まあ、容疑を否認してるってことなんですけど もうこの人の名前ね、ペソチヌイ・グレフですよね、ペソチヌイ・グレフね、本当いるんですかこういう人がね。もう私がね思うのはこのペソチヌイって、もうチヌでしょ、チヌってあのクロダイのことですよね、ね磯釣りなんかで釣れますよね、チヌ、それとグレフのグレですよね、グレってあのメジナのことですよね。おそらくこの書いた人間、シナリオを書いた人間は釣り好きなんじゃないでしょうかね。自称アーティスト、ロシア人ペソチヌイ・グレフ23です。また23出てきましたね、ロシア人23歳のとこ逮捕ね。もうこれも666みたいなね、あのスプレーで書いてましたけども、もうこれもフェイクニュースでね、もうすぐ分かります。もうあのもう登場してたのがね、あの現場を映してる時にもうあのクライシスアクターっていうかね、そういうのが映ってました。メジナ
これがメジナですね。グレと言いますけども、こういうね、グレと言いますね。そしてこっちはチヌですね。クロダイね、チヌという別名ね。ね、こういうのね、引きが強いですけど、チヌと言いますね。そして今回ペソチヌイ、グレフですからね。でそれからこれなんか G20 中ですね、こういう煙玉とかいうのを誰か置き捨てたかなんかっていうニュースがありましたけども、見てくださいこれ、もう紫色使ってるじゃないですかね。ね、ここも見てください、ここ紫色のなんかキーホルダーみたいなのやってますよ。これなんて言うんでしたっけ、これ呼び名ね、このフックみたいなやつ、うん、これをねつけてます。紫に紫ね、靴も紫じゃないですか、もしかしたら見えないですけどビニールでね、こんなことをやってますね。見てください、こう三角がマーキングされてるじゃないですか、三角形が。わざわざこういう場所をね選ぶわけです。暇人ですからね彼らは。こっちはオレンジ色じゃないですか、オレンジ色の煙玉ね。煙玉で検索したらもしかしたら33が出てくるかもしれませんね。それからこれはピエール滝の、コカイン譲渡の女有罪判決というのがありましたけども、田坂真希っていうんですかこの人はね。これね、横浜市内でピエール滝こと滝正則被告にコカイン 6g を15万円で譲り渡した麻薬取締法違反の罪に問われていますとの初公判だったわけですけどもね、もうこの3月11日って見ただけでわかるじゃないですか、311ね、33ね、そういうことです。もうこれもねやらせですね。あ、これはまたなんか別の話ですね。これは暴力団を辞めようとした男性組員に破門にしたるわ、きっちりけじめつけるつけたるからななどと電話で怒鳴って脅迫ですね。脅迫事件ですけども、これも藤田、これなんて読むんだったかな、忘れましたね。藤田なんとかっていう、京介だったかな、京介かなんかそういう名前でしたけどね。こういうのも47がマーキングされてますね。47ですよこれね。そしてこれも暴力団関係の話ですけども、これは詐欺事件かな、詐欺グループを作ってたと。これはねコンなんとかっていう名前でしたね。これなんていう名前だったかな、これヒロヒトのヒロじゃないですか、ヒロヒトね、昭和天皇のヒロヒトですよ、それのヒロですからね。そして顔もねこう固めのマーキングやってますよ、シンボルっていうかサイン、固めサインねやってますよね。うん、これな、あ、コンヒロキって言うんですねこれね、コンヒロキね、コンヒロキの数比はアルファベット順で110ですから、これロックフェラーの数ですよね、110ね、おそらくこれもやらせですね。これまだ一つしか話出てきてないんでわかんないですけども、とりあえずね名前のマーキングは110と KON でコンね、これがピタゴラスで13数比ですね、13数比コン、ね、この KON ではなくね CON のコンになるとね、カーンになるとあのカーンアーティストとかカーンマンとかいうので詐欺師という意味がありますよね。ね、まあ詐欺
コンっていうのは、カンっていうのは詐欺のことですよね。カンアーティスト、カンマン詐欺師のことですよね、これね。それからヒロキ、あ、さっきのやつですね、コンヒロキか。このコンヒロキっていうのは、あ、これも43ピタゴラスだったんですよ、そういえばね。詐欺グループの人、コンヒロキ、これ43ピタゴラスに、まあ、カルディアン18ですから、これも絡みますね。複数の暴力団が連携して詐欺グループを作っていたと見られますと。あ、長男を装って嘘の電話をかけ、現金500万円を騙し取った疑いが持たれていますと。皆さんお金持ってますね。それにしても500万ね。フェイクニュースだったらね、いくらでも作れますからね、こうやってね。まあそういう詐欺はあるでしょうけど、まあオーバーにやってるでしょうね。